朝でも夜でもこんにちは。こんにちは。では今日も辻ひかりやっていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい。すごい邪魔してたね。カップルの邪魔をね、全力でするという。よし、いくよ。ねえ、あのお弁当落としたね。あ、お父さん、お父さん、お父さん大丈夫？復興状況からすると歩けば家に帰ることができるらしいのです。ただ家族に会うのが怖い。リストラされたことがバレるかもしれないし、何より私のことを忘れていたらどうしよう。帰って家族に元気な顔を見せてあげることを提案をしたいけど、でもね、そうだね、震災が原因で会社が潰れたことにしちゃえ。それが良さそうだよね。そうだそうだ、原因はどうでしょうか。なるほど、それはいいアイデアですね。でしょでしょ。その手でいきます。ありがとう。あ、よかった。そう言うとおじさんは去っていった。心なしかおじさんの表情から純粋さが失われたような気がした。嘘つかせてごめん。ごめんね。でもね、これでお家に帰れるっていう。そうだね、お家に帰ってとりあえずの言い訳ができたっていうのはちょっと嬉しいよね。やっぱりね、ご家族の方も心配してるからね。あれ、かなえさん。おう、かなえさん、ボランティアしてるって言ってたもんね。言ってたね。久しぶり。元気？うん。あれが大変だったでしょ。いろいろあったね。いろいろあったよ。そうなの。あ、確かに、そういえば焼けた商店街で。そうだね、トモヤさんに会ったよ。トモヤさん会ったよ。うん。そういえば焼けた商店街でトモヤさんに会ったわ。あの、私たちの格好にはスルーなんだね。スルーだね。聞いてよ、トモヤったら私を置いていろんなところを手伝いしに回ってるのよ。ほうほう。もうちょっと一緒にいられると思ったのに。まあ仕方ないわね。そうだね。あ、そうそう、どうしたの？とてもいい話があるの。あなた家に帰れるのよ。本当？これ見て。何配ってるの？何を？町から出たい人を空港から運んでくれる救援活動があるのよ。そんなのあるの？すごい。その整理券。整理券。トモヤが手伝ってる救援団体から頼まれて、今配ってるところなの。あなたにもあげるから。トモヤさんの救援団体。手伝ってくれない？なるほど。なるほど。ありがとう。ありがとう。これは無料で配ってるってことだよね。なのかな。どういう、トモヤさん一体何者？何なんでしょうね。すっごく気になるよね。だってあのコワモテの人が許されないことをしたって言ってたもんね。しかもね、コワモテの方、早々に銃を抜くようなタイプの方だよ。それだけのね、ことをしたって考えると、トモヤさんは一体何者なのだろうか。怖いよね。まあみんなのためになることなら手伝わせてもらおうか。まあそうだね。みんなのためになることならぜひ手伝わせて。ありがとう、助かるわ。かなえさん一人でやってたのかな。大勢の人に渡したいから。大変だね。それが欲しかったの。大変だ。お疲れ様。はい、じゃあこれはお願いね。この辺りにいる人に話しかけて、町から出たがっているようなら渡してね。わかりました。ありがとう。全部配り終えたら私に話しかけて。あなたの分の整理券を渡すからね。いいの？ありがとう。ありがとう。ってことは出られるってことかな。そうだね。やっとお家に帰れるかもしれない。アイテム空港行きのチケットを5枚手に入れたということは、5人で話しかけようってことだね。したたかな男性。いろいろ状況が整ってきた。そろそろ帰るか。整理券を無償で渡す。お金要求してるよ、まさかの。この人のことは好きじゃないから話を切り出さない。ひどいひどい。まあ帰りたいって言ってるもんね。無償で渡す。喜んで受け取ってくれた。よかったよかった。かなえさん、真横にいる人には渡さなかったんだね。すごい真横いるよ。自分からは声かけてかないスタイルなんだ。そうだね、声をかけられたら声をかけてくスタイルなのかな。どうしたどうした。南側には当面行けそうにないな。大箱通りを西に行って朝顔交差点から紫陽花交差点へ行くしかないか。この人はいらなさそうだね。なんか大丈夫そうだよね、今は。あの、帰りたがってた学生さんとかもういないのかな。確かに学生さんどこ行こう。
あれこっちアパレルのあけみさんのところだよね。あけみさんのとこだね。ちょっと久々にマネキンが立ってる。マネキンが結構直したんだ ね、 ね、頑張ったんだ。頑張ったね。一人でで、あけみさん久々。ようやく店を開けられる目処が立ってきたわ、うん、頑張らなくちゃ。あ、よかったよかった店はまだやっていないけど、うん、服と化粧品があります。いかがでしょう。 お販売してくれるの。販売してくれるらしい。すごい。パーティードレス高い高い。11万。11万。あ、いいねいいね。ビキニビキニ。やっぱね、こういうメガネもかけたくなっちゃうよね。メガネがね、うん、あ、すごい化粧品たくさん売ってる。化粧品すごいね青いリップ、どんな時に塗るんだろう青って。逆に気になるよ、うん、あれかな、ハロウィンかな。そうだね、結構ハロウィンっぽいアイシャドウとかもたくさんあるもんね、うん、この洋服かわいい。これかわいいね、うん、これ買おう。いただきます。買ってくれてありがとう。よし、早速着よう、早速着よう。早速お着替え。おーい、アイテム、これを装備する。いいねいいね帽子取ろう、帽子。これ取った方がいいよね、うん、もう意地でも帽子は外さない。これを外す。あ、OK、いい感じいい感じ。ギターがいい感じ、かわいい、いい味出してる。なんか本当に路上ライブしてる人みたいだ ね。あ、びっくりした、人かと思った。びっくりびっくり。あれ、そういえばここにいた人、あ、まだいらっしゃるの。まだあの鍵取っちゃったことを後悔してるの。後悔してるのかな。追い詰められてる。まだ追い詰められてる。まだ追い詰められてるこの音楽もう女性の BGM だね、うん、一体何日ここにいるんだろう。世の中どうにでもなればいいよ。そんなことない、そんなことない、うんうん、外出てみよう。みんな復興頑張ってるよ、ね、一緒に行こう、うん、きっとね、また外に出たらね、そうそう、気分も変わるかもしれない。いっそのこと今の人に空港チケット渡したかったね。ね、よし、学生さんのところ行こう。そうだね。あったよ、みんな帰れないって言ってたもんね、うん、この人は考え込んでいる男性。まだダメか、繋がらないな、携帯かな。そうだね、うん、いや、なんか急用がありそうだよね、うん、この人、うん、渡したい、渡してみようか、うん、渡してあげよう。うんうん、喜んで受け取ってくれた。よかったよかった、よかった。なんかかなり急いでるもんね、うん、多分ご家族の方とかに電話してたら、うん、心配だもんね。あ、切実な学生、もうここにいていけない感じだわ。どうしよう、うん、行き場がなくなっていくわ。いや、もうこれはもう渡してあげよう。渡してあげよう、帰ってね、うん、あ、よかった、よかったよかった。この子も早くお家帰ろうね、多分困ってるもんね、うん、もう出ていかないといけないですよね。あ、そっか、うん、渡そう渡そう、うん、渡す。ちょっと前までね、ここでみんなで寝てたもんね。そうだね、あと1枚これ。あ、もう片付けられちゃってるんだ。あ、この人もうつろな目をした学生大丈夫、ずっと寝ていたらみんないなくなっちゃった、うんうん、わあ、ここでの生活に慣れてしまって移動するのが億劫だわ。なんか猫みたいな性格の方なんだ ね、 んね、うん、のんびりマイペース、うん、いや、これはね、もう、うん、一緒に帰ろう。あの男の人はお母さんの、あ、もう全部渡しちゃったかな。あの謎の白い T シャツの、うん、そうだね、そうそうそう、多分今頃白 T 着てるね。多分白 T 着ちゃったかな、うん、手渡したということは全員に渡したかな。全員渡したね。よし、じゃあさっきの公園に戻ろう。かなえさん、かなえさん来たよ。かなえさん、お待たせお待たせ。かなえさん、誰に渡してるのかな、ずっと配り終わったのね。うんうん、ありがとう。いえいえ、あっという間でしたよ。あなたのおかげで大勢の人にチケットを渡すことができた。どれぐらいの人数に渡したんだろうね、今までかなえさん。ありがとう。ありが、2枚、2枚ありがとう。誰か他にも街を出たいと思っている人がいたら、うんうん、渡してあげて。そうだね、せっかくだもんね。空港へは車で行くんだけど、うん、集合場所がカーベラ大橋のサービスエリアなの。うんうん、サービスエリア、ね、ここからだと、そこに友也さんもいるのかな。かな、歩きだと間に合わないかもしれないから気をつけてね。時刻に間に合わない可能性が出てきたね。友也と行こうと思ってるの、うんうんうん、よかったらサービスエリアで待ち合わせしましょう。また会おうね。そうだね。なんだこのセール券。え、使えねえ。ちょの、え、に偽物。
ひどい。町から出られるとか言うけどよ。うんうん。ガーベラ大橋なんて遠い場所どうやって行くんだよ。そうだね。行く手段がないもんね。整理券がいらないのは仕方ないけど。そうだよね。行くことないじゃない。他に欲しい人もいるのに。俺は市役所近くの公園の避難所に行くよ。うんうん。あそこは物資が充実してるらしい。食い物は選び放題で、広い風呂にも入れるそうだ。なんでそんなに差があるんだろう。ね、本当かよ。風呂入りてぇ。わかる。俺もその避難所に行くよ。切実だね、もう。切実だね。遠いって言っても行けない距離じゃないし、うんうん、家に帰れるのよ。うんうん、それくらいの距離が何よ。空港と市役所近くの避難所。私はどっちに行くべきかな。これは悩むけれども。悩むね。でもなんでそんなに市役所のところになんか物資が豊富なのかなっていう疑問もあるし。疑問もあるし。ちょっと智也さんの方も疑問が残るし、うん、どっち行こう。いやでもこれはせっかく空港券渡してくれたから、そうだね、とりあえず空港に行ってみようか。とりあえず空港に行こう。うん、うん、そうね、町から出るために空港に行きたいな。うんうん、あれじゃない、あの整理券さ、あの女の子に渡そうよ。帰れる情報あったら教えてって。弥生さん、弥生さん、弥生さん、あのディーラーのところに寝てるって言ってたね。そうそうそう、確かに。泊まりしてるって言ってたから。手段見つけたら、そう、情報共有しようって言ってたもんね。うん、じゃあ弥生さんに会ったら弥生さんに渡そう。うん。こっからどこに行けば良いのかな。よし、どっちから行けるかな。そこは通れなさそうだもんね。こっちは無理そうだもんね。よし、じゃあなんかちょっと出られる方法を探そう。うん。行ける道は多分そこの左右だよね。こっちかな。うん、あ、かなり。お、復興作業が進んでるね。進んでるね。あ、こっちも行けないのかな。よいしょ。ここの隙間も通れ、通れる。通れる。通れる。行こっか。行こ。ゴーゴー。行くよ。いやでもこの格好いいね。ね、この格好かわいい。うん、立ちふさがる看板。屋上にあった看板が行く手を阻んでいるわ、うん、しかし下はくぐれそう。うんうん、うんうん、もうくぐってるよ。くぐってるよ。あ、当たっちゃった。あ、手前でずっとね、私やってたみたい。あ、そういう感じ。行くよ行くよ。来たよ来たよ来たよ。よいしょ。よし、到着到着。オッケー。視点が、視点が、私がいない。視点がオッケー。あれ、こっから、あ、こっちが、ついにあの建物倒れたんだね。ついに倒れちゃったんだね。うんうん、ずっと危なかったもんね。危なかったもんね。ためらっている男性。うんうん、市役所にも行けるのだが、そば、うんうん、は危ない。そうだよね、撤去中は危ないもんね。ダッシュダッシュ、通るよ。ダッシュダッシュ、結構戻ってきたね。ね、こっち、こっちから行けるかな。いや、無理そうだね。無理そうだね。こ、あ、普通に行ける。普通に行けた。先へ進みますか。もちろん。お、来たよ。来た来た。高い。あ、そうだ、先生たちと別れたところだ。あ、そうだね。みんなもう帰っちゃったかな。みんなは仲良くできただろうか。ひろこちゃん、ひろこちゃんここで泣いてたもんね。泣いてた泣いてた。あれだよね、ひでみちゃんとかえりさんとかここにいたんだもんね。中に入ってたよね。うん。あ、いた。お世話になりました。ずっとここにいたんだ。よかったよかった。店長さん、うん、ありがとうございました。丁寧丁寧なんだけどね。まだまだ崩れかかった建物なんかがあるから、うんうん、気をつけて帰りなさい、ね、オーナーさん優しい。オーナーさんありがとう。はい、うん、あれ、ひでみちゃんとひろこちゃんはどこ行っちゃったのかな。山内さんと清水さんにも声をかけてきてちょうだい。うん、わ、うん、かりましたわ。先生、大変です。どうした、どうした、ひでみ、どうした、久しぶり。山内さんが飛び降りるって隣のビルの上に登ってるんです。そう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 、嘘、ダメダメダメだよ。え、何があったの。そんなに追い詰められてダメよ。あれからひろこちゃん、何があったんだ。何があったの。あ、オーナーさんも見てる。オーナーさんも見てる。上を見て、あ、みんな上見てる。あらま、山内さん、うん、ダメだよ。うん、山内さん、お願いだから降りてきて。うんうん、ひろこ、うんうん、降りてきなよ。
まあそうだよね。私が今まで、どんなに辛い思いをしたか分かってるの。いろんなね、思うよね。この建物はいつ倒れてもおかしくないのよ。そうだよ、危ないから早く降りてください。まず降りよう。この光景を見て私はまあね、ひどいいじめは受けていたけれども、うん、あの建物ちょっと怖いよね。怖いよ、でも説得しないわけにはいかないし、止めに入りたいね。止めに入りたい、でもね、もうまずひろこちゃんの気持ちとしては、まあ、辛かったんだね。辛かったよね、ひどいいじめを受けていたんだから、無理もないわね。でもね、だからといってそれはだな。奇跡。よし、あれ作ろう。あの下にマット引いて。そうだね。先生。比嘉先生。危ない。先生危ない。先生の後に続こう。の前に。エリサは何て言ってる？お願いだから降りてきて。ひでみは？危ないよ。先生、はしご。あったよ。行こう。違う。よし。乗ってよっと。もうこれ時間との勝負だよ。はしごに登る。ダッシュ。もちろん。ゆっくり。ゆっくり。一歩ずつ。踏みしめて。やっぱ危ないからね。一歩ずつ。慎重に。よし。ここ弥生さんを。弥生さんを助けたとこだ。助けたところだ。どこいる？どこ。こっちじゃない。隣の部屋か？急げ。そっちじゃないと思うぞ。こっちじゃない。こっちかな。もうちょい上の階？そっち。あれ？もうちょっと上の階。いない。いない。上の階か？もうちょっと上の階かな？そこエレベーター。パニックだよ。そこトイレ。上ゴー。ゴー。先生とひろこちゃん。よいしょ。カメラ視点を切り替えて、ここが最上階だよね。そうだね。あ、ここかな。ここかな。いる？いた。いた。先生。先生早かったね。早かった。さすが先生。山内さん。頑張るのよ。頑張って。先生。私のことはもうほっといて。先生、手を離して。私もう生きているのが嫌なの。辛かったよね。辛かったね。毎日に戻りたくないの。転校しよう。そうだね。だから手を離して。いや、手は離せない。手は離せない。よし、私たちも加担しよう。比嘉先生を手伝って、生徒を引っ張り上げる。引っ張り上げる。もちろん。一緒に力を合わせて。ありがとう。もちろん。この音楽は山内さんが頑張るのよ。頑張って。先生の頑張りを見て放っておけないから手伝います、イライラしないよ。先生のこと好きだよ。先生も好きだよ。ひろこちゃんのことも放っておけないよ。放っておけないよ。イライラしないよ。イライラしないね。ひろこちゃんのことも好きだよ。好きだね。他にやることいっぱいあるよ。いっぱいあるよ。やっぱりね、ここはとにかく手伝います。とにかく手伝います。一緒に力を合わせて、力を込めて真剣に引っ張る。真剣だよ。わずかに上がった。しかし、吊り下がってしまった。なんてことだ。いや、もうこれは一生分の力を出して引っ張る。もう全力だよ、それでも上がらない。女性二人の力じゃ。山内さん、諦めちゃダメ。先生も落っこちないでね。諦めたら試合終了。そうだ先生。生きてきた中で一番嬉しかったこと、苦しかったこと、悔しかったこと、悲しかったこと、悔しかったことかな。悔しかったことを思い出して引っ張る。体の底の力を、その結果。よかった。ダメだよ。そうだよ。なんで助けるのよ。ほっとけないよ。ほっとけないよ。でも先生に、まずは一番にね。でも多分先生に感謝しなさいって言っても、今のこの子の精神状態だと感謝はすぐできないと思う。まあそうだよね、ちょっと平手打ちしちゃうのもかわいそうだもんね。ペチンってね。まあこの言い方はないかな。
まあね、うん、そんな言い方はないでしょ、うんうん、命張って助けてるんだよ、ね、先生もいいのよ。ああ先生、え、あ、おや、早く逃げよう、早く逃げよう、早く逃げよう、危険だわ、うんうん、すぐに降りましょう、すぐに降りよう、うん、それがいいと思うよ。山内さんも、うん、言いたいことは下で聞かせて。そうだね、そうだそうだ、話し合いはまず後で、うん、まずはみんなで下に降りる。そうだよ、うん、安全第一、安全第一、よし、あ、おー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 、あ、ちょちょちょ、そういう感じね、そういう感じ、脱出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 、自然に脱出ではない、みんな早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 い、置いてかれる、あ、あ、みんな早い、早い、早いよ、早いよ、早いよ、取り残されちゃう、ぴょんぴょん、飛んだよ飛んだ、オッケー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 、先生抜かした、先生抜かした、先生抜かした、先生抜かされた、オッケー、いや、でもまだ気が抜けないね。ちょっと、先生。あ、先生？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 え？先生、下敷きに？あ、だから今。うん、あれ瓦礫を取り除く、うん、突き飛ばしてくれて、そう、上が崩れてくるからって二人を身を挺して守ってくれた先生、先生、日川先生、あ、オーナーさんも、オーナーさんも、先生どこ、先生、先生、先生、そんな、そんな、先生、万年筆、そんな、伊賀先生、弟さんからの、うん、え、そんな、先生、先生、先生ごめんなさい、先生ごめんなさい、ありがとう助けてくれて、先生。伊賀先生、先生、生徒のことを常に心配していて、うん、それでも生徒たちからどこか疎まれていた先生は、うん、生徒たちの呼びかけに二度と答えることはなかった、うん、そんな先生を見て私は、うん、ただただ悲しかったかな、ただただ悲しかった、うん、うん、はい、ではね、ちょっとあまりの展開にね、うん、まだちょっと受け止められないんですけれども、今日はね、ここでね、はい、はい、終わりにしたいと思います。伊賀先生、今までありがとう、ありがとう、うん、うん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。